福島東ずを今日は3年は、江戸時代中期、武蔵区に足立郡大間村の名主、郷土市や、通称は、後八、後作。福島市は、岩月大田市に仕えた西度市の一族であり、江戸時代に足立郡大間村で機能し、代々名主を務めた。元禄11年以降、大間村の一部が、林家の旗本領となると、 武蔵北部各軍にわたる林家の治療所の管理も行った。東武氏はこの職務の他に農事の改良や治水などに尽力し、完成3年には埼玉軍と足立軍の総代として、米相場及び農村物価の不均衡の是正を環状奉行に訴えた。後に名主職を息子に譲り、完成年間から武蔵国内を巡り知事の編纂を始め、 武蔵氏を独力で残した。この地市には名所旧跡が記されているだけでなく、各村ごとの特徴や民家の集散状況まで詳しく言及されており、林10歳、マ宮琴ことのブにより編纂された新編武蔵風土機構の宣弁をつけたと言われる。武蔵氏は、東武氏が、今日は3年に亡くなったため、未完に終わっていたが、後に、孫の福島貞田が、 未完成分の3巻を加え武蔵し、全14巻として再編した。このほか戦国期の推し上手、成田氏家臣の六高をまとめた、成田家文言帳の写本を書き残している。安ず武氏は、徘徊も好み、俳人の横田やなぎづくえの下で学び、杉優と講師、農夫縁苦衆一冊を残した。ありがとうございます。